さあ、リムワールド、前回のおさらい、全滅しそうになりました。ドズルとミルクピエン2人しかいません、今。頑張ります。ドズルはもうちょっと、全財産はたいて、チートアイテムを買いまして、購入しまして、射撃が一応できるようにはなったのかな。ミルクピエンもまあまあまあ、知力高めですね。うん、知力高め、でも雑用ですね。雑用です、2人とも。さあ、ドズルがメンタルリスクが。やべえな。いや、もうみんな、いや、よくね、ドズルメンタル今崩してないよ、本当に。ああ。みんな死んで、ミルクピエに振られてるわ。いい親密な関係を築こうとしたけど、無視されたひどいやつ。ミルクピエンね、人付き合いが苦手なのよね。人付き合い苦手で、夜鷹なのか。夜中に起きていて昼間に寝るのが好きです。本物のミルクピエンやん。これはもう、建築が得意といえば、大原面だろう。みんな今生きていくので精一杯だな。あ、武器商来た。遮光能力高い。面遮光能力高くなかった？高い。素晴らしい。コミュ力の塊、大原面。今リアルの時間で31時間プレイしてて、19人死んでる。ドズルの家にあるこれは芸術品。清清さんが残した。芸術家清清さんが残したあれです。本当にお金なくなったらこれ売ります。はい、これいけるんじゃないか。ちょっと待って。ズボン ?26 個以上ズボンを持っていけば、これチャンスじゃないか。やばい。ズボンでいっぱいになった。誰か熱中症、やばい、熱中症に苦しんでる。いやー、まあ、一旦ドズミル面で3人で、まあ、最悪の状態は回避したようには見えるんだけど、うん、多分回避してるとは思う。今日の夜、決着つけれるかな。あと一人芸術家が入れば、ぶっちゃけあともう、そんなにね、長い道じゃないのよ。もう一番難しいこの人格コアも取ってるし、あとプラスチールとかをちょこちょこっとすればいいから、芸術と工芸ができる人が一人でも入れば、あるのよね。あ、クエストみんな忘れないようにしてね、ズボン。あと8日。あと8日。間に合うか、これ。結構ズボンがギリギリだな。あと10着か。もうズボンただただ作ってるやべえやつみたいになっちゃう。ズボンただただ作って終わりとかになっちゃうからやべえな、これ。ドツボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。